皆さんこんにちは、こつばです。今回のこつばチャンネルの題名はこちらです。徳川家臣団の妻たち相関図ということで、今回は徳川家重臣たちの妻たちを中心にお送りしたいと思います。徳川家臣団はどこの家とどこの家が結びついていて、誰と誰が結ばれているのかということを考えておりましたら、この企画に至ったという流れになります。この婚姻から分かることも多くあったりもしますし、意外だなぁということもあるので、早速相関図見ていきたいと思います。まずは家康のおじい様で松平清康からスタートしていくと、そこを出現する姫君がおります。名将と言われる松平清康の娘、碓姫です。清康は1511年生まれ、1535年の森山崩れで急死し、24歳という短い生涯となりますが、1529年に生まれたのが娘の碓姫となります。この碓姫を妻として迎えているのが徳川家家老の酒井忠次と、松平一族で長沢松平家当主松平正忠となります。このとということを説明いたしますと、まずどちらに先に嫁いだかというと、長沢松平家の松平正忠になります。長沢松平家は松平宗家三代目の松平信光の子供親則を祖とする松平諸流の中でも有力な家柄ということもあり、この清康の娘碓姫が嫁いでいると思われます。婚姻は年齢からすると1540年代中盤から後半といったところでしょうか。そしてこの碓姫と松平正忠の間には、家康のいとことなる松平康忠が生まれています。この長沢松平家八代目康忠は武勇にも優れておりまして、徳川十六神将としてもカウントされて、東三河旗頭で義理の父の酒井忠次に属しています。姉川の戦い、長篠の戦いの飛び鷹山砦で奇襲部隊伊賀越えや小牧長久手の戦いにも従軍し、武名高き将ともなります。そしてこの康忠の妻はというと、こちらも松平広忠の娘で、家康の妹の八田姫を迎えておりまして、長沢松平家は家康と近しい松平家となります。この婚姻もタイミングからして家康の命となるかと思います。この流れを見ると、碓姫、正忠、さらに八田姫と続き、最終的には家康の息子の忠輝が名跡を継ぐという流れの長沢松平家となります。話は戻しまして、この碓姫が嫁いだ松平正忠は桶狭間の戦いで今川方として参戦しておりますが、織田軍の奇襲により戦死してしまっています。その後最下先が酒井左衛門の城忠次となるわけです。1527年生まれの酒井忠次、1529年生まれの碓姫ということで、二人はほぼほぼ同世代ということになります。ここでも子供に恵まれておりまして、1564年には後の当主酒井家、酒井家継、1569年には本田康俊を生んでおりまして、ここからの家系は家継からでは庄内藩、康俊からは近江是々藩として、左衛門の城家から養子をもらいながらも長く続いていくことになります。この酒井家継は榊原正義の娘を妻としています。榊原正義は康政をはじめとする榊原一族となるかと思うんですが、出自については確認することができませんでした。そして本田康俊はなぜ本田姓かと申しますと、本田一族で東三河の国衆、そして稲城主の本田彦八郎家、本田忠次の養子となっていることから本田姓となっています。この本田彦八郎家は本田家の中でも独立領主という立ち位置になります。子供がいなかった忠次はこの康俊を養子としてもらいますが、東三河旗頭酒井忠次の子供ということで、かつ先々代同士正忠と清康が深くつながっていて、清康の娘碓姫の子供を養子として迎えるということは、彦八郎家にとっても綺麗な収まりになったのではないかと思う部分はあります。この康俊には特筆すべき事実がもう一つ存在しておりまして、それはこの本田康俊は菅沼貞光の娘を妻として迎えております。この貞光は野田菅沼氏の当主で、家康に早くから帰属した東三河の国衆となります。
この貞光はなかなか苦労した武将で、家康方に従属後、今川方に攻められ、捕らえられるも逃げ落ち延びたり、武田軍に捕らえられたりと、いつ命を失ってもおかしくないところを切り抜けている人物です。結果的には常に家康方としての立場を変えず、家康の関東への国替えの際は、神津家の国、阿保一万石を拝領することとなります。この貞光の娘と先ほどの泰年は夫婦となっておりますが、この貞光自体が実は薄い姫とその最初の夫、長沢松平家、松平正忠の間に生まれた娘を正室としておりまして、2代にわたり薄い姫の影響を大きく受けている家系となります。薄い姫から見ると、忠次との間に生まれた実子と娘婿の娘の婚姻ということになるでしょうか。菅沼貞光も東三河のキーパーソン、そして本田彦八郎家忠次も東三河のキーパーソンとなるので、婚姻や養子でしっかり関係が固められていることもわかります。またこの本田彦八郎忠次の妹は仏光力として慕われた三河三奉行の一人の光力清長の子供、光力正長に嫁いでおりまして、本田彦八郎家と光力家もつながり、光力家にも彦八郎家の血脈が受け継がれていくことになります。また忠次周りを見ていこうかと思うんですが、酒井忠次の妹は東三河の国衆西郷清和に嫁いでいます。この西郷家も今川から離れ家康に属することとなるんですが、清和は次男となりますが、父西郷正勝、兄元政が今川方に攻められ討ち死にした際には家康に西郷家を継ぐように言われますが、兄の子義勝に家督を継がせようと懇願し、自分自身は後見という立場になっています。しかしその後、義勝が竹広合戦で戦死したことによりまして、その息子に家督を継がせようとしますが、家康が許さず、この清和と忠次の妹の間に生まれた子供の西郷家和が継ぐこととなります。先ほどの義勝の5歳で清和の姪にあたるのが、後の家康に嫁ぎ、徳川秀忠、松平忠義を生むことになる、於愛の方、西郷の局となります。この於愛の方は、どうする家康では、広瀬アリスさんが演じられることが発表されているかと思います。ここでも東三河と酒井家のつながりが深い形となっています。続いても酒井忠次周りですが、娘に宝珠院という女性がおります。この宝珠院は東三河の国衆の牧野安成に嫁ぐこととなります。この牧野家は東三河が家康方になびいていく中、今川方として抵抗した武将ですが、最終的には家臣たちの動きもありまして家康に従属することになります。このタイミングで代替わりがあり、先ほどの牧野安成が牧野家の当主となっています。二人の間には忠成が生まれておりまして、この牧野安成、忠成親子は1600年の関ヶ原の戦いの際には秀忠軍として真田家の上田城攻めに参加しておりますが、その際の行動により秀忠の怒りを買い蟄居することとなります。その後、息子の忠成は戸様が多い越後の睨み役として越後長岡藩に入ることになり、牧野家はここで幕末を迎えることになります。この幕末の越後長岡藩がガトリング砲河合継之助が属する長岡藩となります。この幕末の長岡藩はまた別の機会に紹介できたらと思います。酒井家周りはやはり東三河の国衆との関わりが多いという話がよくわかる状況なんですけれども、そして薄い姫との関係がある一族は家康とも近い血筋になるということになります。続いてのブロックはこの人、松平家家老石川忠成周りから見ていきたいと思います。どうする家康的に言うと、忠成は松重豊さん演じる石川数正の祖父にあたる人物です。この忠成自体も家康の生母於愛の方の姉妹の妙春二を妻として迎えています。ここでも家康と近い距離を感じることができます。まずこの石川忠成の娘から見ていきたいと思いますが、この娘は先ほどの左衛門の城家の酒井忠次とは別家系の歌の神家の酒井歌之助正親に嫁いでいます。この正親も松平家中では重臣中の重臣となる人物です。この重臣二家同士をつなぐ婚姻となります。正親は1521年生まれで、清康の代から仕えておりまして、家康の時代には最古参とも言える人物です。1561年には西王女を与えられ、家康の家臣として初めて城持ちになった人物です。その頃の家臣団からすると、城持ちは目標でもあり憧れの的であったかもしれません。俺も頑張って城持ちになるぞ的な目標の立ち位置かと思います。
石川忠成娘と坂井歌之助正親の間に生まれたのが、この歌の神家を大きく発展させていくことになる坂井重忠と坂井忠俊となります。弟の忠俊の系譜を先に簡単に説明すると、関ヶ原の戦いの後に大名に取り立てられ、最終的に川越藩3万7千石を領する大名となっています。この忠俊の子供が後に家光の代で若狭小浜藩12万石を領することとなり、譜代大名唯一の国持ち大名と呼ばれた坂井讃岐の神忠勝がおります。石川忠成から見るとひ孫の位置となります。再び重忠まで戻りまして、この重忠も若くして家康に仕え、正親の後を継ぎ、家康の関東への国替えの際は川越1万石を配領しています。関ヶ原の戦いの後には前橋藩3万3000石を配領しています。重忠の妻は長沢松平家の家臣の山田長門守重達の娘を迎えております。この山田重達は長沢松平家中において上総介殿の三名臣と呼ばれる人物となります。坂井歌の神家とのつながりについては、本動画の初めに紹介した長沢松平家松平正忠碓井姫の最初の旦那さんですね、この弟に松平親清という人物がおりまして、その妻は坂井歌之助正親の娘となります。親清と正親の娘との間に生まれた娘と山田重達が婚姻し、その重達の娘が坂井重忠の妻となるわけです。なかなか説明だけすると複雑なんですが、歌の神家と長沢松平家の関わりも見えてきます。先ほどの山田長門守重達は長沢松平家の血筋が絶え、家康の子供忠輝が名跡を継いだ際にその乱行を家康に訴えるも、その訴え自体を起こした責任を負い切腹して果ててしまっています。重忠と山田重達娘の間には秀忠の側近としても活躍し、老中としても有名な坂井忠世が生まれています。坂井忠世は前橋藩12万石を配領するほどの出世をしている人物です。坂井忠世は妻には徳川四天王榊原康政の娘を迎えています。そしてこの忠世、康政娘夫婦の孫には下馬将軍として謳われた坂井忠清を輩出しています。ここで榊原康政についても簡単に触れておきたいんですけれども、康政はどうする家康では杉野遥亮さんが演じられておりますが、康政の娘は坂井忠世に嫁いでおりますが、その康政はというと、もともとは坂井将軍忠能の故障でありましたが、家康の側近として仕えることとなり、家康の下で頭角を表し、三つ備え体制では旗本先手役の一人となっています。この康政は大須賀康隆の娘を妻として迎えておりまして、この二人の間に生まれた長男忠政を大須賀康隆の養子としています。しかし康政の死後、大須賀忠政の息子忠次が榊原康勝の死後に榊原家を継ぐこととなります。また重忠に戻りまして、重忠の娘は本田弥八郎家で家康の元に戻ってから大きく貢献していく本田正信の嫡男本田正純となります。本田家の中でも価格は低い方で、かつ三河一向一揆では家康に敵対し、放浪の末帰参。しかし帰参後の出世が目覚ましく、家康の側近として正信が活躍したことにより、正純と坂井歌の神家の重忠の娘の婚姻が行われていると想像ができます。本田弥八郎家の躍進は凄まじく、この正純が秀忠の代に失脚するまで幕府の中枢を占めることとなります。続いては石川忠成の長男の康政ですが、この康政、一向一揆の際に家康に敵対した、もしくはその前に亡くなっていたなど諸説ある人物で、この康政は能見松平家の松平重吉の娘を妻としています。この松平重吉は家康からも評された武将となります。この康政の子供が徳川家重臣の石川数正となります。徳川家家老の石川家と松平氏のつながりということになります。後に徳川家を去ることとなる石川数正は、内藤右京の神の娘を正室として迎えており、松平家を支える家老同士の婚姻ともなります。もう一人の妻として片野原松平家の松平家広の娘を迎えています。この松平家広自体も石川忠成と同じく水野忠政の娘で、於大の方の姉妹のお嬢の方を妻として迎えています。同じくこの松平家広の娘を妻として迎えているのが鳥居元忠です。
鳥居元忠どうする家康ではお父さんが演じられています。家康の信頼が厚い人物となりまして、三つ備え体制の時には旗本先手役の一人となっております。数々の戦場で武功を立てており、関ヶ原の戦いの前哨戦の伏見城の戦いでは壮絶な最後を遂げています。この鳥居家も松平氏との婚姻となるわけです。そしてこの鳥居家と繋がっているのが本田作左衛門重次となります。鬼作左と呼ばれておりまして、大河ドラマ徳川家康では長門さんが演じられているかと思いますが、家康の側近として活躍している人物です。家康にも遠慮なく還元するイメージですが、全ては家康のため、徳川家のために動けるような人物です。三河三奉行の一人としても有名でして、この鳥居忠吉の娘と作左の間には嫡男の本田成重が生まれています。この成重が子供だった時には、この作左が長篠の戦いの陣中から妻鳥居忠吉娘に向けて一筆啓上から始まる短い手紙を妻に送っており、妻と後の成重を気遣うような優しさも見せています。本田作左衛門家と鳥居家という家康の信頼が厚い家同士の婚姻となります。石川康政から始まり、つながりをたどり作左までたどり着いたという流れになりました。続いても石川忠成の子供で、忠成と於大の方の姉妹明春二との間に生まれた子供家成から見ていきたいと思います。この石川家成も松平家において家老となっておりまして、三つ備え体制の際には西三河の旗頭となり、その後遠江の国掛川城主ともなっています。石川一政の方が知名度としては有名ですが、この家成が石川家の家督を継ぐこととなります。家成は家康のいとことなる立ち位置でして、家成の正室には竹の屋松平家の松平清義の娘を迎えています。この家成の娘は誰に嫁いでいるかと言いますと、本田彦三郎家の本田康重に嫁いでいます。この康重は家康から偏気を与えられている人物です。関ヶ原の戦いの後には三河岡崎藩5万石を与えられておりまして、家康にとっても徳川家にとっても岡崎は重要な地となりまして、その地を与えられることほど家臣として名誉なことはないかと思います。やはりこの康重が出てくるということはこの人を紹介したくなるんですけれども、康重の父本田博隆です。家康の父博隆から偏気を受け博隆と名乗っています。三河の国衆で本田家の中でも高い価格となります。今川方の田原城攻めで功績がありまして、田原城を与えられ、徳川家中の中でも相当早いタイミングで城持ちとなっています。この広隆の妻は誰かというと、東条松平家の松平義春の娘を妻として迎えています。松平義春は東条松平家の祖となる人物となります。この義春娘と広隆の間に生まれたのが先ほどの本田康重となります。なので康重は東条松平家と本田家の血を引くということになります。この東条松平家は義春の後は忠重が後を継ぎ、この松平忠重は妻には松井忠直の娘を迎えておりまして、その間に松平家忠が生まれています。ここで特筆すべきキーパーソンは松井氏ということになります。この東条松平、松平忠重に嫁いだ忠直の娘の兄弟には松井忠次という人物がおります。この松井氏は東条松平家の家臣となります。家康に帰属してからは多くの戦場を駆け回っております。正室には江原正秀の娘を迎えており、ちなみに先ほどの本田八八郎家正信も江原正秀の娘を妻として迎えています。さらには正室には松平重吉の娘を迎えておりまして、この重吉の娘は先ほど登場した石川康政の妻となっていた人物で、康政の死後松井忠次に嫁いでいると思われます。重吉の娘を妻として迎えたことによりまして、松井忠次は松平姓を下賜され、松井松平氏の祖となる人物になります。そして何よりこの松井忠次の娘は東梅院と呼ばれ、井伊直政の正室として嫁ぐこととなります。徳川家随一の家臣で出世スピード最強の井伊家と松井家はつながることとなります。この直政と東梅院の間には長男の井伊直勝が生まれておりまして、この直勝は上野の国安中藩主となる人物で、彦根藩主となるのはその弟の井伊直孝となります。
井伊直政と刀売院の間に生まれた娘聖戦院の夫となるのは家康の子供の松平忠義となります。この松平忠義は東条松平家が義春、忠重、家忠と続き、家忠に子供がなく断絶となるところ、松平忠義が東条松平家の名跡を継いでいます。松井忠次から見ると家忠は甥であり、かつ主君にあたり、そしてその後を孫娘の夫となる松平忠義が継ぐという形になります。東条松平家と松井家、そして家康の距離感がこれを見るとわかるような気がします。この松井忠次ですが、松平重義娘との間に嫡男の松井康重が生まれています。この康重は家康より偏気を受けておりまして、妻には石川康道の娘を迎えています。ということは、この石川康道は石川家斉の子供となる人物になりますので、このエリアは石川家斉の娘から紹介を始めましたので、東条松平家や野見松平家関連を経由して最終的に石川家斉に戻ってきたということになります。これもまた面白いんですけれども、ちなみにこの石川康道の妻は家老の上村家貞の娘を迎えておりまして、家老の家同士の婚姻となります。そしてもう一人、石川家斉には娘がいます。その娘は大久保忠隣に嫁いでいます。この大久保忠隣は大久保一族解説でも登場しましたが、どうする家康的に言うと小手さん演じる大久保忠世の嫡男として生まれておりまして、若くして家康に仕えて数々の戦場に出て、伊賀越えの際も家康と共に行動を共にしており、秀忠のそばでも仕えている人物となります。家康秀忠の2代にわたり信頼を勝ち取っています。家康が世継ぎを誰にするかというのを重臣たちに問うた際には秀忠を推しています。大久保忠隣は1614年に、理由は諸説ありますが、失脚することとなります。この家斉娘と忠隣の間には大久保家を継ぐ予定だった大久保忠常、そして石川家を継ぐ石川忠房が生まれています。大久保忠常は忠隣よりも先に亡くなるので家は継ぎませんが、さらにその子供の忠元が継ぐこととなります。石川忠房は若い時から家康秀忠に目をかけられている才能あふれた人物となりまして、祖父家斉の養子となり石川家を継ぐこととなります。前回の家康の孫紹介の動画でも取り上げましたが、この家斉娘と大久保忠隣の子供の忠常に嫁いで忠元を産んでいるのは家康の娘亀姫と奥平信政の間に生まれた娘となるので、水野忠政の娘明春に家斉娘大久保忠常忠元、そして水野忠政の娘五代の方家康亀姫娘忠元と至りますので、どちらをたどっても水野忠政にたどり着くこととなります。本日最後のエリアはこの人から始めましょう。野見松平家二代目松平重親です。先ほどこの松平重親の息子の重義は少し出てきましたが、重義の娘が石川康政に嫁ぎ、その後松井忠次に嫁いだ娘となります。松平重義の兄と言われる人物で、阿智は玄哲という人物がいます。阿智は村に住んでいたことから阿智はを名乗っていたとされます。この阿智は玄哲の娘はあの本田平八郎家の忠勝に嫁いでいます。ここで本田忠勝登場なんですけれども、玄哲の阿智和村と本田忠勝が生まれた蔵前村は隣同士で、そのつながりが婚姻につながっていることが予想できます。この二人の間には小松姫、森姫、本田忠政、本田忠友らが生まれています。小松姫は真田信行に嫁ぎ、松代藩主二代目の真田信政が生まれています。信政、真田丸の最後の方に信政の前に雪村が現れて、名シーンがその後あるんですが、そこでも出ていましたけれども、三十郎と源次郎の掛け合いですね。小物に構うなというところ、すごい名シーンだったところです。はい、森姫は先ほども出ました奥平信政、亀姫の長男の奥平家政に嫁ぎ、奥平忠政が生まれています。本田忠政は家康の長男の信康とどうする家康で、乃木坂46の久保しおりさんが演じる徳姫の間に生まれた熊姫を妻に迎えています。
本田忠政と熊姫2人の間に生まれた子供の忠時には秀忠の娘で秀頼亡き後千姫が嫁ぐこととなります。本田家と徳川家康の後半のつながりの厚さを感じることができます。ということで今回は家臣たちの妻がどの家臣たちに嫁いでいたかの視点でお送りさせていただきました。それぞれの価格であったりですとか格が上がってきた家との婚姻などたくさん分かったこともあるのですごいやっていて楽しかったです。このつながりが戦やこの後の江戸時代を作っていくこともありますので徳川家臣団のつながりが深いと改めて思いました。この度は骨場チャンネル最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。